こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。クワッドに加入させてほしいと懇願し、米韓会談で中国批判を拒否して破談になり、クワッドとフランスで軍事合同訓練が行われ、韓国の入る隙がなくなりました。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。フランスが米国、日本、オーストラリア、インドなどクアッド諸国とベンガル湾海上で3日間のラペルズ訓練を実施すると香港サウスチャイナモーニングポストが報道した。フランスが主導し、米国、日本、オーストラリアが参加していたラペルズ演習にインドが合流し、クワッドの拡張型であるクワッドプラス演習が本格化したという観測だ。クワッドとは事実上中国を牽制する4カ国の安保協議体であり、中国政府はこれに強く反発している。特に今回の演習は中国と南シナ海で領有権争いをしているベトナム、フィリピン、マレーシアなどの他国のクワッドプラス参加を模索する行動になり得るという見方も出ている。報道によると、フランスとクワッド5カ国の軍艦は4月5日から3日間インド太平洋を共に航海するフランス主導のラペルズ海上訓練を実施した。インド駐在フランス大使館は先月31日関連声明を通じて、今回の訓練を大規模5カ国訓練と規定し、自由で開かれたインド太平洋全域で緊密な海洋協力を増進する機会を提供すると明らかにした。ラペルズの練習は2019年にも実施されたが、当時インドは参加していなかった。インド海軍出身のバサン・チェンナイ中国研究所長は、インドの参加は中国が懸念する大物間活動に参加するという新しい意思を表したものとし、昨年中国との国境で発生した致命的な衝突後、インドの接近方式が変わったと分析した。シンガポール国立大南アジア研究所のヨゲシ女子研究員は、主要国がいずれも中国の行動に声を荒げたり、中国の主張を阻止するために協力するなら、初めから中国の行動に何か問題があるという信号を中国に送るとし、ひとまずインド太平洋海域に有効的でない海上訓練が頻繁になれば、中国は偶発的で意図しない緊張の高まりの危険を感受することになると述べた。それではネットの反応です。早く大統領選挙で政権を変え、クワッド入りしよう。韓国はなぜクワッドに参加しないのか。旧巻末のグレートゲームシーズン2が始まるが、いつまで中国とロシアを巻き込んで韓半島を火の海にするのか。クワッドに入ってこそ勇気がなければまた朝鮮時代のようになる。これが大国だ。フランスが羨ましい。親中中国夢が問題である。見て学べ。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。